はい、皆さんこんにちは。レクセンニコースの矢崎俊雄です。思い立った今始めることが短期合格のコツというタイトルでですね、10分前後お話をしようかと思います。はい、ご覧のようにですね、思い立った今始めることが短期合格のコツというタイトルなんですけれども、今始めるということですね。いつでしょう、今ですというね、その今始める、そこのところを強調して、変な文章になっていると思いますが、今始めるというところがですね、かぎ括弧でくくっております。これは強調のかぎ括弧ね。で、事柄としては、書面主義の勉強方法の場合は、今始めるってことの意味はこうなるよねと。だから入門講座受講の場合と、始めることで講座中心の勉強ってことになれば入門講座ですから、入門講座受講の場合でと。で、特に講座受講の場合にですね、この新年度版と旧年度版ってことで悩む場合が多いだろうということで、そのことが3つ目の塊と、そんな話をしていきますよということです。では1つ目ですね、書面主義の勉強法ってことは、これは基本書中心とかですね、予備校本中心とかね、そういう勉強方法でいくという人のことでありますね。これはもう人それぞれ好みもありますしねと、それまでの勉強スタイルの慣れ、そういったものもありますしねということであります。で、もともと基本書とか予備校本という本中心なんでね、従いまして、このスタイルでいこうという人にはですね、今始めることについてのですね、格別の障害はないんですね。格別の障害はありません。もう買ってきてですね、もう翌日から読み始めるということをすればいいわけで、ただ、書面主義の勉強法っていうのは基本的には読習ってことになるので、批判負担率が高いですからね。なら、その勉強法ガイダンスの方を見てくださいねということなんでありますね。ただ、今このガイダンスをしているというタイミングから考えると、民法改正、これは親族法の改正とかですね、そういったものとはちょっとわけが違って、法令違憲判決、それに対応する親族法改正とかね、あるいは選挙権、そこのところで18歳以上になった、じゃあ成年制度、未成年制度、これもという相続や親族編の改正ね、そういったちょっとした改正じゃないんですね。債権法代改正ということを聞いたことがある人はいると思います。はい、そのことを言っていると思ってもらいたいです。で、今でしょってことで今だと言っても、民法改正がなった後に本が作られてからってことはいいんじゃないかってことでね、民法改正が成立してきてからっていうですね、そういったこと、手から、これはもう象徴的なこととして民法の債権法代改正、これを例に出しただけで、刑訴訟法がとかですね、様々な手からってことを考える。しかし手から、しかしこれは実はいつまでたっても始められないということになります。今日は大立法時代と言われております。民法債権法代改正、これなんかも一つの例でありましてね。で、その次は親族法相続法の違憲判決が出たとか、成年制度がどうとか、そういうことではない大改正、これも待ってるんですよ。で、明治時代の大立法時代、そして戦後の間もなくの大立法時代、そして今日の大立法時代ということで、大きな法制度の沿革期からいくと大立法時代というふうに言われているんですね。ちょっとこう、実はいつまでたっても始められないということになります。でも、その後改正案が成立しちゃったらどうするんだと。大改正なんかの場合にはですね、改正案はですね、やはり現在の基本書を買ってもね、その最終改定日がですね、例えば2011年だったとかね、そうじゃなくて、現在の基本書を買おうとして最も最新版のものを買おうということを、意図して選んでいけばね、これやっぱり改正案の説明ぐらいはなされてるはずなんですね。だから、新判例、法律改正への対応というのは、いずれにしてもいつ始めたってやんなきゃいけないわけで、
これはこれで支援判例法律改正への対応法のガイダンスありますから、それも参考にしてみるといいと思います。だから書面主義の人はですね、今でしょってことで、そうです今ですと、じゃあ今からやろうというね、その今始めることにまず格別の障害はないんで、早速今から始めてくださいということです。はい、次のスライドですね。入門講座受講の場合ということなんですね。はい、こうなると講座開講時期ってのがあるじゃないですか。それとの関係でね、はい、講座開講時期、それとの関係、そこで今始める、まあそのことにですね、ちょっと悩みが生ずるということになります。でここで平成28年度の法務省資料解説というガイダンスを参考にするといいよというですね、そういったものを挙げておいたんですけれどもですね、まあ平成28年度の法務省資料の中にですね、受験状況（括弧予備試験合格者）という資料があるんですね。でまあそれで見ますとですね、出願時予備試験合格資格で出願した時に大学生だった人と法科大学院生だった人、それは結局合格時にはですね、大学生だった人ないし卒産、学部卒産、卒産だった人までというグループを含むわけね。はい、そうするとですね、司法試験の最終合格がですね、大学生だったとしてば大学4年生でしょ。でまあ卒産だと、そうすると学4、卒1、卒2、卒3と、この4年以内に受かっている、その1年ないし数年前には予備試験に受かっているということを意味するわけですね。ちょっと1年でですね、学部の勉強もしながらということはなかなか厳しいですから、だからその前にさらに2年はかかっていると。そうするとですね、まあ2年生から始めて3、4、2年間で在学で司法試験合格、あるいは卒1で司法試験合格で3年間で、卒2で4年間、卒3で5年間と、まあそうなるわけだね。だから2年生から始めて5年生で最終合格と、これはですね、やはりいわゆる短期合格に属するわけですよ。まあ、法科大学院修了が受験資格だっていう年になってからね、まあどうせ大学院進学のための受験は4年生なんだから、4回生なんだから、学部のまあ2年から勉強したってしょうがねえやとか言ってですね、3年からぼちぼち始めようとかね、そういうのんびりムードってものがしばらく蔓延したことが5、6年前ぐらいまであるわけですね。だけどもまあできたら在学中の予備試験に合格し、まあ、在学中に合格しなかったとしてもですね、法科大学院という社会的な身分を得て格好悪くない生活を、親も身えもちゃんと果たせる生活をしながらですね、2回生の時には予備試験に合格しと、そういうことを考えればね、やはりかなりの角度を持った合格率の高い勉強の仕方というのは、結局勉強開始から3年ないし4年のところで合格する、これがですね、まあ、いわば短期合格なんですね。はい、タイトルのところに戻しましたけれども、思い立った今始めることがですね、短期合格のコツと、この短期の意味ですね、これは始めたところから3、4年で司法試験ですよ、司法試験ですよ、3、4年で司法試験に受かっちまうわけですからですね、これは短期合格なんですね。これが短期合格のイメージだと、まあそう思ってもらいたいわけね。はい、まあそうだするとってことで、講座開講時期との関係で今始めることに悩みが生ずるけれども、あくまでも始めてから3、4年で受かっていくという短期合格を目指そうということでいくならばね、やっぱりそれは今でしょということになると、そういうお話であります。まあ、具体的にどんな勉強の仕方をしていくと
ということについては、さまざまなですね、入門講座 SF クラスガイダンスシリーズというものがありますから、そういったものも見てくださいということですが、こんなイメージですね。新年度版と旧年度版、開校時期との関係で今始めるのを半年後に伸ばすよりもやっぱり今始めましょうと、その方が短期合格できますよということね。さあ、入門講座を今から受講したいと思っているんだけれども、だけれどもですね、もう平成何年度、2010何年度入門講座はどこそこまでもう行っちゃってて、ちょっと思い立ったタイミングずらしたなというふうに感ずる。そこで来たるべき4月まで待つか今始めるかということを考えてですね、多くの人はですね、今始めるとなると、独自の計画の自分で立てなきゃいけないし、まあ半年ぐらいいいやってな感じでね、まあやっぱり来年まで待とうとかね、まあそういうふうに思っちゃったりしがちなんですね。人間はだいたい安きに流れますからね。だけどやっぱりそれでも今始めるべきだろうというふうに思うわけですね。で、今始めるべきだと、なぜかと、すなわち始めてから3年ないし4年で司法試験に最終合格するんだと、それは結局予備試験合格の資格で受かっていくんだと、予備試験合格資格でですね、合格時に大学生ないし卒3ということになると、予備試験受験者の91%以上が合格するわけですから、とすればやっぱり1日でも早く予備試験合格に向けての勉強を始めるに越したことはないと、やっぱり今始めるべきだということなんですね。で、まあこれはこれで、入門講座受講から予備試験合格まで運か月というガイダンスがありますから、それも参考にしてみてください。あと、入門講座をですね、今から受講してと、そしてできるだけ早くと、話は分かったと、やっぱり今からにしようと。で、ところでその今っていうのがですね、2月だったりする。まあ2ヶ月ぐらいいいんじゃねえかと、4月開始を待ってと。でもやっぱり今だと。そうなるとですね、来たるべき4月には今聴けるビデオ、ウェブ、そういったものが旧年度版になってしまうが、旧年度版になってしまうがと。そういうことを、まあ今度は心配する人が、必ずいるんですね。これも私経験長いですからということですね。だけども、これはこれで新判例法律改正への対応法というところで話をしてますから、そこで詳しくまた主張してもらいたいんですけども、入門講座というものはですね、そうですね、2年分ぐらいは旧年度版でも大丈夫ですね。で、改正や新判例が積み重なっていって、それが3年超えたりするとですね、ちょっと補充する量が多くなりすぎちゃってって感じになると思います。あるいは一生懸命勉強した判例が旧判例になっちゃったとかいうことが、3年ぐらい経つとやっぱり結構起こると思います。だけども、まあ2年は大丈夫ですね。そう思っていいです。だから今始めずに2ヶ月待って4月から始める、その2ヶ月がもったいない。短期合格のためにはね。まあそういうことになるんで、4月には、去年のねってことになったとしても、2ヶ月前までやってたものでありますからね。だから今始めることの方が大事だよと。とりわけ入門ではねっていうことなんだけれども、これは新判例法律改正への対応法というガイダンスで、とりわけ入門のことについて今言ったようにですね、2年はちょっと賞味期限だろうけれども、3年超えちゃうと賞味期限切れだねと。だけど2年間は大丈夫だよと。旧年度版が、旧年度版、旧旧年度版ぐらいまでならば大丈夫ですね。とりわけ入門はなぜそうなのか。それは入門はあんまり細かい、それこそ担当直前に覚え込まなきゃいけないこと。で、多くの判例、新判例、法律改正、そこにわたる場合が分量的に多いんで、そういったものはそんなないのでね、ということだと思ってもらいたいんですね。はい。
まあ、とりわけ、新年度版と旧年度版についてはですね、4月まで待つかというですね、で、4月まで待たないと旧年度版になっちゃうよとかですね、あるいは4月まで待たないと自分としては不安だよとかですね、そういったものがとりわけ入門については起こりがちなので、最後のスライドでお話をしたということになります。はい、まあ、短期合格、ゼロから始めましてですね、3、4年で司法試験そのものに受かっていく、これは結局はゼロから始めて予備試験に向かって司法試験に受かっていく、これは最短コースなわけでね。で、まあ、予備試験ってものの合格率が低い、で、司法試験ってものの合格率が押しなべればですね、昔の 1. 数パーセントなんかよりは高いと。で、予備試験を敬遠しがちになる方ね、そういう方が、まあ、今まだ多いように思いますけれどもですね、要は高校3年や1年生から勉強して卒1卒2で司法試験を受かっていけばいいわけでありましてということでありますからね。はい、まあ、是非、今始め、それが短期合格のコツだということを理解していただきたいと思います。頑張ってください。では終わります。どうもお疲れ様でした。